はい。いいですか。あ、じゃあ簡単に自己紹介。あとなんでそんなに数学好きなのかって話を一つだけしてもらえると。それをなんでラジオっぽい TV に持ち込もうと思ったの。だからさんが持ち込んだ。そうそう、僕の方から持ち込んでほしい。何やってっていう。気象学といえば物理原理で、物理学といえば数式じゃないですか。そうするとこういう数式マニアみたいなこの世界を覗いてみた方がいいな。で、僕がこの人の話聞いてるときには、うん、8割方よく分かんない。なんでこの人こんなわけのわかんないことにいるのかなっていう話と、それからこの場には荒木さんがいるんで、荒木さんを数学してもらえばきっと分かるかもしれない。なるほど。というわけで、わけが分からない窓としてですね、来ていただいて。はい。はい、はい、よろしくお願いします。自己紹介は特に紹介するところの2分でもないんですが、温度計の、そうですね、普通のサラリーマンで、温度計作る会社に勤めているで、まあ、数学全く使わない仕事なんですけど、趣味で数学をいろいろ実践して遊んでいます。すごいな、趣味数学。土日を中心にやっぱり土日を中心に数式で数式はどの程度ですか。まあ、趣味でやってていろんな範囲をちょっとずつっていう感じで、なるほど。まあ、今日はいわゆる、積分とかが出てくるような、はい、今日の話は解析って言われる分野の話なんですね。はい、で、今日の中は土日っていうか単に家で料理作ってるのに自分についたって感じです。で、じゃあ、早速問題に入っていきますが、大さじってあるじゃないですか。はいはい、で、大さじ1杯、2杯ってやってくるんですけれども、大さじの半分をなんとかして作りたいなと思ったんですよ。で、大さじって、うん、大さじって知ってる？ないんですよ。ないです、堀尾さん。こういう形してるんで、はい、半分にしようと思って真ん中まで何か入れたとしても、うん、上と下だとこれ実は上の方が多いんですよ、うん、ど真ん中に、まあ、上の方が広いんで、はい、同じ高さだったら上の方がたくさん入る、うん、だからちょうど真ん中にやっても半分にはできない、はい、じゃあどうすれば半分にできるのかなと、はい、なと思ってちょっと計算をしたんです。はい、でちょっとそこで笑っちゃう。そこで笑っちゃうんだ。定規とコンパスできませんよみたいな。定規とコンパスちょっと難しいできるのかもしれないで、まあ、計算するのにここの部分をなんか式で書かないとやりにくい、ね、ということで、まずこの大さじをこういう球体の一部だと考えます。球体の一部下の方を下の方にあるで、まあ、この球体なんだかわかんないですけど、で座標を、うん、こう取りまして、なんで笑えちゃうんだろうな、面白いな。サジじゃなくなって、はい、この先の、まあ、一番底のところを点々にして、そこから横方向に X に行く、はい、縦に Z に行く。なるほど、面白い。で、まあ、この大さじの全体である Q の関係を R としました。はい、そうすると、うん、この Q のこの Q というか、この Q の断面というんですかね、うん、こっちの方向から見たときのこの円、うん、っていうのが、
それが変形していくと、うん、これこっち持ってきてこの形になって、はい、これをちょっとなんか長くなるんで省略、うん、途中の計算省略しちゃいますが、はい、ちょっといいですか、はい、それ x と z は一つの関数、 x が z の関数で表せるんです。そうですね、まさにそれを定数で x と z の関係式、あ、そうです、うん、r を定数にして r 側もあの大さじの形で決まるんで、うんうん、まあ、変わるのは x と z で、とりあえず z の関数として x を書きたいんですよ。だから、はい、要するにこの変形何を表せるかというと、うん、この高さ、この位置で、はい、この大さじの幅はいくらなのか、高さで幅変わってるじゃないですか、はい、上にこう上げるのと下に、はいはい、で、だからどの高さの時にいくらになるっていうのをビシッと言いたいんです。なるほど、はい、なんで z、高さって z ですから、 z の位置で x がいくらになるのか、はい、この x っていうのはここの長さになるので、うんうん、z で x がいくらになるかっていう式を出したい、はい、で、その円の方程式を変形していくと、うんうん、まあ、これ展開して計算してやっていくと、こういう、確かに、そうするとあの z が決まれば、はい、r 定数で z が決まれば、うん、まあ、x が出ると、まあ、x っていうか x の2乗が z です、はい、という式ですね、うん、で、ここからどうするか、これで x、出せたので、うん、ここからこの大さじの体積を積分を使って計算できます。で、うん、積分使う前にまずこの大さじの高さを、はい、まあ、測ればいいんですけど、今とりあえず今と記号で h とやったりします。なるほど。で、大さじの一番上の横幅、うん、d に一度置きます、うんうん。で、これの体積をこの式を使って出せるんですけど、どうやるかというと、うん、なるほど。x2乗πr を0から h まで積分。最終的に h で積分するから、d を h で。まあまあ、うん、はい、でも料理してる時に思いついたのはこれだったんですよね。そう、はいはい、それをさ、ちょっと再現したいです。いや、使わないです。はい、今いや、使わないです。はい、で、しかも後の計算もいい計算出てこないですよね。はい、で、体積を出したいんで、うん、これ、公式体積、はいはい、y x の2乗を0から h まで z まで積分する。なるほど。何なのかというと、うん、体積をどうやって出すかっていうと、はい、まあ、ものがありますよね、はい、これをよ、どっちかの方向に薄くスライスしていって一個一個のメッシュを出していくんですよ、はいはい、でそれを全部足していけば体積になるっていうふうに考えるんですね、はい、なんか紙とかは薄い面って考えられますけど、これ積み重ねていけば体積が出せる、はい、そういう考え方をしていて、で、この大さじの部分、はい、ある高さで面積いくらかっていうと、はい、x っていうのがその高さでのこの幅でしたから、はい、で、これ真上から見れば円ですから、はいはい、円の面積って半径かける半径かける 3.14、はいはい、で、今半径が x なんで x かける x かける 3.14 が面積になると、はいはい、うん、それを0から x、h までどん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 積み重ねて足していけば、はい、これの体積が出せる、
なるほど。っていうんでこういう式になってます。はい。で、うん、これこうあとはもうひたすら計算していくしかないんですが、このひたすら計算していくので日曜日を掴むんですね。そうですね。いや、数学が趣味ってそういうことなんです。そういうことや。そこ興味ある。結構有意義なんです。え？有意義なんです。有意義な式を導き出すっていうのは有意義なんです。楽しいです。自分で答えを出すっていうので。分かった。人生でも。うん、分かった。十万です。答えを教えられて、それをうのみにしてしまうのではいけないんです。自分で導き出すことが一番重要です。はいはいはい、大事なこと言って君本来の鬱陶しさが今出てきたね。すいませんね、はいはい、素晴らしいこと言いました。 いいですね。で、ちょっと笑ってはい、次、半分走りって書きましたけど、はい、いや、あのよく V で書くんで V の話を、はい、で、話の都合上こっちに続き感じます。はい、これは、まあ、今 πx 2乗 dz ですけど、うん、x 2乗っていうのがこうなるっていうのを先に書いたんで、はい、z だから v が先にですか。なるほど、はい、これで z で積分できると、はい、まあ、これを計算していけばいい。なるほど。で、これが、解説するのが、すみません、ごめんなさい、書いちゃいますが、高校でやったね。これ、次の公式で、はい、あの高校2年レベルでポン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 していくと、うん、これ C になります。なるほど。これが大さじの大さじじゃなきゃいけねえのかっていうのがありますけど、いいですね。はい、はい、で、うん、これが全体の体積なので、これが半分になる高さを求めればいいわけです。なるほどね。大さじって高速条件なんだ。メジャーがあればそれで解決。体積が半分になる高さを S とすると、うんうん、まあ、体積が半分だと2分の V っていうのが、さっきはここ H っていうのは大谷の高さだったので、ここそのまま S に置き換えたしになります。で、これも、展開して計算、これも、まあ、本当に公式から持って計算していくと、うん、先生ですか。
S の3乗して3乗して2乗して2分の3パスは R1 乗して3乗して3乗して3乗したことでいこう全部はぁ、はい、はい、はい、これを解けば、はい、はい、よし、解こう、よし、解こうよ、はい、5時未満だったみたいな、うん、で、これは、解けるんですよ、はい、はい、はい、三次方程式、うん、一番大きいその指数が3なので、三次方程式と言いまして、うん、二次方程式の解の公式って、うん、はい、はい、三次方程式の解の公式があるんですよ。へー、なんで、その三次方程式の解の公式を使えば、うん、まあ、一発で受けるんですが、うん、どうしよう、この辺でいさていいですか、ね、ああ、いいですよ、いいですよ、全然もう大丈夫です。解は3つ、単純に解くと3つで1つですが、2つは虚数なので、1つ、うんうん、そのうちの実数なので、うんうん、まあ、半分になる高さは絶対3つもないですから、まあ、どれかで考えます。はい、はい、で、三次方程式の解の公式で面白いね、使っていかないんですが、さすがにはですね、三次ラジオっぽいスペシャルすげえ面白いね、難しすぎて虚構になっちゃった。これは僕の中で虚構を味わう番組。まだもうこ面白いのはここからだよね。ほとんじゃないっすよ、うん、こっからです、うん、しかもね、料理作ってる時にですからね。はい、三次方程式の解の公式が、はい、二次方程式ほど簡単じゃなくてですね、かなりややこしいんですよ。毎回変数使わない、もうやっちゃいますね。一応書いてるのもいいんじゃないですかね。こういう三次方程式があるとき、この解どうなるかというと、うん、うん、うん、お前そんな鬱陶しいキャラじゃさ、予報しからモテないよ。まあ、やりやすいですし、三条分があって、その中でさらにルートがあって、しかも二乗したのを加速っていう噂らしいになるんです、うんうん、でしかもこの公式が使えるのって、うん、3x 乗加速 px 加速 q イコール0の形になってないといけない、はあはあ、なってないんですよ。お、二乗の項があってダメなんです。そういう形にすれば、そうだから、そういう形にしなきゃいけないで、うん、この形に変形するのも、まあ、公式だって簡単に変形できるんですが、うん、S マイナス R の三乗、そうそうですね。とりあえず S イコール40点狙って打ったよ、 T 足す R っていう形に置きます。うん、まあ、なんでこんな風に置くかというと、それはまあ公式でやってるんです、はい、とだけ言っておきますが、で、こう置いて、うん、計算していくと、うん、いいね。T の3乗引く 3R 乗引く1乗引く1イコール0、これだとちゃんとあの形になってるんです。まず3乗があって、次に PX 何かかける1乗足す、あと何もついてないのかついてだけなので、Pをマイナス R としてここを Q として、あとはこの公式に代入すれば出るんです。
ですが、これで、まずもうちょっと感覚的なんですが、てか私もここまで来たところで絶望してやらなくなっちゃったんですけど、あとはこれで。出せます出せるの本当に出せるの、まあ、T が出るんですね、うん、で T S T が下がるんですから、これに代入したやつ、今ここオメガついてるんですけども、これが100、なんでオメガついてるかというと三次方程式なんで虚数が出てくるんですよ。虚数の部分になってるのがオメガなんで、今回の場合はまあこれない答えに、うん、こういう答えです。なので、まずこれを使って、これを Q と T に、それからこれを代入して、うんうん、T を出す。で、それに R を出せば S が出るという計算になってます。で、じゃあやろうと思ってやったんですよ、途中までは。やったんですが、うん、全然きれいな感じにならない。大抵こういう問題ってやっていくと、なんかうまいことを引き算で消えたりして、すごく項が少なくなって綺麗なチってなるんですが、全然そうならなくて、項がいくつだっけ、なんか十何個って出てきちゃう、すごい長ったらしい式になるので、ここで諦めましたいう話です。つまり大さじ半分は大さじ半分はいろいろ考えたんですが、うん、あれ大さじのこれ半分のところにラップをかけて縦にして入れて引き出せばそうすげえねマジですか。以上です。すごい。数学から導き出された意外です。すごい。まさかだ。誰も予想してなかった答え。まさかの落ちが来て面白かった。R ってわかるんですか。R は計算で確認出せます。大さじの高さと半径を出せば、うん、サーキットです。で、いくつなんですか、R は。測ってないんだな。R は、じゃあ出せるんだな。R、R 知りたいですね、ちょっとせめて。レーザー。わかりそうだから。隣のキッチンに大さじないとかとこういうこの三角形に注目すると、ここ直角でここ半径なんで R ですよね。でここ B の A、 ここの中のこれが半径で R なんですよ、ね、ここは半径からこの大さじの高さにいった R クリーティングなんですよ。だから3次方っていうところで、で、これを計算していくと R が R の C こんな 2H 分の D 2乗足す2分の H って式なんです。 R はこの R は出せる、 R は出せる、あ、それで出るんですね。じゃあ定規で H と D を測れば、この式は R しか使わない、 H しか出ないです。 H しか使わないって計算で全部出せます、理屈の例は。なるほど。ここって本当に N の位置持ってた、それでかいよ。昨日ちょっとこの発表をするというんで観察したんですが、うん、どうも N じゃないなとここまずいね。そこがちょっと後ろの方がちょっと膨らんだ、これ卵型に近いかな。あ、そうなんだ。数学で見れば、で、実は数学で卵型の表す方程式もあるんですよ。はい、多分それを使えばいいけどね。
卵型のデスクに3つぐらいあって第2卵型、第2卵型、第3卵型ってあるんですけど、そのどれなのかはまだちょっと分からないです。なるほど。そういうのを考えるのでどれぐらい費やすんですか？その数学が趣味の人の1日っていうか。しかもこれ料理作ってる途中。そうです。料理は料理は料理使い終わったから作れなくて気になって仕方ないから料理の味が半分とみたいなで食ってから飛び出した。そうですね、そんな感じですね。なるほど。え、あ、作ってる間にふっと思って。なるほど。多分こうやって具体的な計算はないんだけど、こうやれば解けるっていうのは頭の中で思い切る。なるほど。それだけそこまで考えた後に計算しようって記憶してるっていう流れが多い。なるほど。で、日常の中でこれ数学で解けんのかなみたいなことを思いつくのが趣味ってことなんですか？それもありますよね。で、まあ、解くのもそうでしょうけど、解くかなって思ってどうやったら解けるかなって解き方を考えるっていうのが一番面白いところです、ね。なるほど。こんな計算はだってコンピューターでもできますから。なるほど。ただコンピューターに答えが知りたいんじゃないのと。そう、どうやって解くか、デジタルパズルと同じで。なるほど。完成した絵が知りたいわけじゃないんです。なるほど。作るのが楽しいわけ。なるほど。うわ、ぐちゃぐちゃしてきた、絶望的だみたいなところをなんとか頑張るみたいな、そこが楽しいんですか？こんなパッと見ではわからないことが数学を使えばわかるんだっていうことを自分で確認していくっていう、うん、なるほど。すいません、はい、じゃあまず、はい、どっから始めたらいいですか？多分ね、僕もやってみようかなって思った時でもこれ、はい、レベル高すぎてみたいな、もうね、即座に挫折すると思うんです。はい。でもそのちょっと数学的な生き方っていうのをやってみたい、なんか気になったことをそれも数式を使ってやってみたいと思ったら、どっから始めたら、その辺ぐらいからすごい。これやったらホワイトボード分かるかな。まず中学校の数学ドリルていうか、いや、まあそもそもどういうとこからハマりだしたのかっていうか、みんな同じ中学の数学やってるじゃないですか。でもみんなこうはならないですよ。高校ぐらいまでは数学そんな好きじゃなくて、好きになってたかって、まあ、受験勉強も少し前ぐらいですけども、なんか計算問題を解いてる間に、なんかこういう式があればこれ解けるっていうのを思って、この式どう変形したらいいんだろうっていうのがあったんですね。でそれをいろいろ考えて、あ、この式ってこの形に変形できるんだっていうことに気がついた。それを自分で出せたんですよ、でよくよく見たらその変形がこの式として教科書に載ってたんですよ、つまり自分は公式を自分で編み出した。なるほど。あ、なるほど。つまりこの教科書に載ってる公式っていうのは実は全部自分で作れるものなんだっていうのをすごい気がついて、そこからいろんな公式を自分で足していった結果こういうのになって、だから世の中にあるいろんな自分が今知らないことを人に聞かなくても自分の力で解けるんだという。あ、でしかも数学はそれが紙とペンだけでできる。なるほど。コンピューターとか実験器具とかいらない。なるほど。この頭の中と紙とペンがあればもうそれができるっていうのが楽しい。なるほど。じゃあ公式を覚えちゃうっていうのはなんでもったいないことするんだみたいな話なんですか？それはありますね。ただ、公式を覚えても全く無駄ではなく、例えば今の話も、公式を自分では出せないんですよ、この。ああ、なるほど。はいはい。ただ、まあ、こういう公式があるっていうのは覚えてる。で、もう公式も大体覚えてる。公式を覚えておけば、あの公式とこの式は何か形が似てるから、この式をこの公式で研究すればこの問題解けるんじゃないか。なるほど。そういう感性がついてくる。そうできる。なので公式を覚えるのは割と実は無駄ではないというような勉強法です。なるほど。点数を取るための公式じゃなくて、そうですね、なんだろうな、やりがいを見出したんですね、その公式を導く。なるほど。はい。
どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。こういう感じの、ちょっと質問、はい、ちょっと思ったんですけども、はい、これ数学的な考えじゃないんですけども、うん、あのそういう半分のスプーンって言ってるんですか、大さじの半分のスプーン、うん、だから大さじ2分の1っていうとたまに量が出るんですけど、それが逆にその数式を出せるとすればそれがそれもあるのかなと、だからですけど、あるのがまあ結構便利ですよね。逆に言えばそういうのもあるんであれば、まあ、あるのも知らないんですけども、それは非常に興味深いテーマだと思うので、まずそういうのがあるかどうかと、あったとしたらそれは本当に正しいんですよ。検証してみるとだいぶ面白いですし、逆に言えば証明ができるんじゃないかなと思います。数学的に正しい自分と同じ自分です。悲しいことにこういうことがあるんですよ。いや、世の中、可変スプーンという悲しいものが可変スプーン、あーこういう、こういう、いや、犬負担もないです。あれがこのスライドで、そこ解析的にやるっていうのがすごいですね。基礎屋さんとかだとやっぱり面白かったですね。今のこれどうなってますか。今あの高さでやりましたけど、はい、角度でやってる。ああ、なるほど。角度を